今回のビデオオンデマンドを始める前に少し内容の補足になります基礎的なことについて、一言お話しさせていただきます。それは漢方診療の現状についてなんですけども、医療用漢方製剤の化石化と乖離した病名漢方ということですが、医療用漢方製剤が化石化しているというのはどういうことかと言いますと、医療用漢方製剤が発売されて50年以上になりますが、この製剤50年間の技術の進歩が一切取り入れることができない、品質の改善とかそういったことが一切できない、それから新しい処方も当時の厚生省の方針に従ってそれに耐えるだけの技術的なことが不可能であるということから、もう現在の140何処方から増やすことができないということがあります。その140何処方のほとんどが個包派なんですね。当時の、東京の漢方業界の、力関係もあったんだろうと思いますが、そういったことがあります。さらにその使い方として、漢方とはもう完全に乖離した病名漢方である。ですから漢方診断とかそういったことなくて、その病名だけで投与していいというような効能効果ですね、に書かれさえしていれば投与してよいというような使い方になりましたから、ごく普通の鎮痛剤だとか風邪薬だとか解熱剤、胃腸薬、そういったものと変わらないような使い方されてきた、漢方じゃないということですね。ここが一つの現状としてあります。しかしこれは漢方じゃないということになれば、本来の漢方診療を復活させて再生していく方策というのが必要になると思います。それを医療用漢方製剤に求めることはもう無理なんです。まず一つ重要なのは職能の評価をしっかりするということですね。もちろん漢方医の役割というのはあります。これは漢方ですから、いろんな症例について詳しくやっていく、あるいは現代医学的なものとの接点をうまく調整していくというのは、これは先生の役割、ドクターの役割と思いますが、鍼灸師の役割というのもあります。鍼灸師はちゃんと学校でしっかりと基礎から勉強してるんですね。最近の東洋医学会ではなんか鍼灸のコーナーがあって、そこで普通のドクターに鍼灸を教えてる。確かにドクターは針を刺しても違法じゃありませんが、これは鍼灸師の職能を明らかに害している自分勝手なことだと私は思います。ですから鍼灸師は鍼灸師、鍼灸については鍼灸師に任せるんだというような職能の評価をしっかりしないと、再生は復活再生にはいかないと思います。じゃあ薬剤師はどうなのかということですが、OTC 漢方製剤がどんどん展開しているということですが、先ほど言いましたように医療用漢方製剤というのは140何処方で増やすことができません。ところはですね、例えば OTC においてはこれ小太郎さんのサジクラブというのの商品ですけども、ここに収載されているのは医療用以外に約40数処方がですね入ってるんです。5処方中心に、すなわちこれだけ広く処方を増やしていくことができるんです。44増えたということは144しかない医療用製剤では及びもつかない世界ということになります。このように OTC 製剤はどんどんと展開していってるんですね。またこの小太郎さんのを見ますとですね、医療用で例えばオーレンゲ毒糖があります。オーレンゲ毒糖のエキスそのものは 1.5g しかないんです。それをあるメーカーでは 7.5g の製剤してるんです。1日量 6g の乳糖と 1.5g のエキスなんです。これはオーレンゲ毒糖の製剤というよりはオーレンゲ毒糖風味の乳糖というような乳糖を飲まされているような薬なんですね。小太郎さんの場合は医療用は6グラムです。し
しかしさらに改良してですね、1日より 4.5 グラムまでスリム化しておられる。そのようにどんどんと製剤を改良し進化させておられるわけですね。ところが医療用はもう完全に化石化しています。こういう OTC の展開もありますが、もう一つ漢方調剤薬局あるいは薬局漢方、こういったものがどん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 と縮小してきましたが、調剤薬局なんかで薬剤師がどんどんと職場が増えたんでそちらの方に行ってますが、まだしっかりとこれらを守っておられる先生方がおられます。でそれらの先生方がどういうことをしておられるのか、それが再生方策にどう評価されるのかということが問題になると思います。そこで今回のビデオオンデマンドは漢方調剤薬局あるいは漢方薬局の一つの例を紹介して、そして皆さんに考えてもらおうということになります。でここで、お話しするのはもちろん漢方やってみようかなというドクターにも、漢方薬局を開きたいなという方も、鍼灸をもう少ししっかりと広めていきたいなという鍼灸主の方も、登録販売者の方も、全ての人にとってプラスになると思います。では聞いてください。創刊堂に学ぶ漢方診療という題で漢方医学学講義の132話ということになります。愛知県の創刊堂グループ、これを紹介するんですね。グループなんです。これが愛知県で、見たら分かりますようにこの西半分に人口密集地があるということが分かります。このところを拡大しますとこういった形になりますが、この中で一宮だとか、小牧だとかこういった都市、ここに一つ4つの重要点があるんです。それはグループのがあるわけですね。この一宮には創刊堂楠木調剤薬局がありますし、小牧には創刊堂薬局ほのぼの調剤というのがあります。名古屋市の鶴舞には、鶴舞には創刊堂漢方名勝堂という薬店があります。また、安城市には創刊堂薬局の安城店あるいは針灸院というのがあるんですね。鍼灸院です、そういったものがあるんですね。これら全部違うんですね。役割が違うんです。それぞれ特徴があるんです。セクションごとにですね。で、その特徴を見ながらどのようにして、統一をして頑張っておられるのかということを見ていきたいと思います。で、まず1,2,3,4の順序になります。安城線の創刊堂薬局安城店というのと創刊堂針灸院というのがありますが、この安城市に通期委員というのがあります。で、この通期委員というのがあって、その向かいにビルの1階に看板があって、そこに創刊堂薬局安城店という看板が上がってますから、ああこの創刊堂薬局は鈴木委員さんの門前薬局かと、まあ素直に思ったら思うと思いますが、実は創刊堂薬局さんの2階にですね、なんと鍼灸院があるんです。この鍼灸院の名前は創刊堂針灸院で、鍼灸師としては三ツ矢先生と中川先生という2人の先生がおられるんですね。じゃあこの通期委員というのはどういうものかと言いますと、院長先生がおられますが、院長先生の奥さんの由香先生という方がおられます。この先生は漢方内科なんですね。これを挙げておられる。じゃあ漢方というけれども実は中医学系なんです。獣医さんの中医、獣医さんということは当然日本の
医学部を卒業して医師試験を合格した正式の日本のドクターのライセンスを持っている先生ですね。で、漢方内科とは言いながら中医学なんですね。で、じゃあこの先生とこの創刊堂のこれらとはどういう関係があるのかということですが、この先生のお母さんが中医師なんです。あ、中医師中医師あちこちにいるわと、国際中医師とかなんとかいう普通の中医師よりも国際だからもっと広くていいでしょうってな感じで言ってる方がおられます。たくさん肩書きの人がおられます。そうじゃないんです。この中医師というのは中国には西洋医学系の医学部と中医学系の医学大学とそれぞれ同じ6年生で2つ並立してるんです。ですから中医師というためには中国の6年生の中医学大学を卒業してライセンスをした人でないといけないんですね。私の昔客員教授をしていた黒竜江中医薬大学、これは医学と薬学部ありますが、そこのなんかでも中でちゃんと中国神、いわゆる神灸ですね、中国式の神灸まで、学んだ本物の中医師なんです。ちょこちょこっとね、本を読んだとかね、中医の先生の話ちょっと聞いたとかね、1ヶ月ばかり中国行って弟子入りしてきたとかね、そういうもんじゃないです。本物なんです。この先生からドクターは宇賀先生は直伝で教わっておられるんですね。また中国針中国の針ができるということですが、これがこのお二人に対して直伝なんです。先生が直接来てここで何度も中国神の使い方を教えておられる。ですから漢方薬だけに限らず中国神についても指示ができるんですね。あ、これは針の方がいいなとかなんとかできる。お母さんは現在日本にまだ住んでおられますが、鍼灸師の資格を取って、中医師は使えませんから鍼灸師の資格を取って鍼灸師として医院を開いておられます。で、こういった関係にあるんですね。で、この先生が中医学だということで、じゃあ技術的に中医学なんかといえばですね、中医系医師っていうのは全然違うんです。患者に合わせた治療が基本なんです。いや、大概日本の漢方の先生も、患者に合わせた治療してますよ、患者以外のことやりませんよ、まあ、それはこうしません。そうじゃないんですね。日本の漢方のやり方は処方があって、患者さんをどの処方かということで分類することにあるんです。すなわち患者さんがあっての話じゃなくて、処方があって、そのどの処方かという処方に分類する、それが日本漢方の特徴ですね。ところが、中医系はそうじゃなくて、個々の患者さんにベストなものは何かということから始まるんです。ですから個の医学なんですね。中医系というのは個の医学なんです。日本漢方は個の医学ではないんです。で、ですからエキス製剤では治療に限界があるんです。あなたはこの処方よと言って何か一つ処方を決めた、詳細ごとに決めた、だけどもそういう方よりもちょっとずれてるというような時には限界があるんですね。ですからそういった時には当然いろんな手を加えなきゃならない、そういうこともしっかりできるということですね。この医学をしっかり守っておられる。またエキス剤にもなければ、医療用のエキス製剤にないいろんな処方、この患者さんならこれとこれとこれとこれの生薬を組み合わせて飲ませばいい、じゃあ処方の名前はなりません、なくていいんです、このまま飲めばいいというような感じになるんですね。あるいは、先ほど言った中国神でのこの針を打ってくださいと、こうこうこういう症状ですからお願いしますというような感じで、行くんですね。これを鍼灸医に送ればいいわけです。
そしてこれらについては条約で調整されるんですから、こういう条約が来るんですね。でこういう条約が来たらね、患者さん大変ですよ。毎日毎日煎じなきゃならない、それは大変なんです。ですから現在は、こういった煎じ機というのがあって、一括して2週間分とか1ヶ月分の煎じ機を作って、そして患者さんにパックした形で渡すことができるんですけども、この総感動薬局の安城店は注意しはちゃんとしたダックスもんですから、こういうケースが多いんですね。ですから1台では間に合わなくて3台 TIS さんの3連の自然時計を使ってこうしてやっておられる。でもう一つ中医学系の患者あの医学お医者さんの特徴は、エキス剤を加減しなきゃ使えない、単純にエキス剤だけでいいというのことは非常に少ない。それから医療用エキス剤の処方も使う、これは先ほど言いましたが、もう一つ重要なのは生薬の加工なんです。加工についてはこのような字を書きますが、これはですね、この字に対しては主字という発音の人もいますし、主治という人もいますし、主治という人もいます。これの字は、これは古い字ですから台湾でこれを使い、これは簡体字ですから大陸でこれを使ってますが、日本ではもう一般的に法政と呼んでます。で私は主治と法政を使います。主治という人も知ってますし、主治という人も知ってますが、私は主治と言います。で、主治についてお話しますが、この主治法性の役割というのは、いらない成分を除いたり、毒性を軽減したり、効果発現を良くする、効き目を良くするな感じでやりますが、頭皮を、ね、中国ではお酒につけたりいろいろしますけども、こういうものがあります。で、この法性という字は、火で包む、火で包む製造という言葉が入りますから、熱が非常に重要なんですね。例えば射肝臓っていうのがありますが、射肝臓との射肝臓、これは肝臓を炙ります。それから火石膏というのもあるんですね。これ私、昔だいぶ昔ですけども、ティーファーチェという生薬問屋さん、台湾の生薬問屋さんがある通りを歩いてたらですね、七輪を道端に出して金網の上で石膏焼いてる、何焼いてるんかと思ったら石膏なんですね。ああそうか、石膏だと思ってびっくりしたことありますが、そういう石膏をわざわざ一種を焼くんです、炭火で。それから消脂脂というのもあります。これ三脂を焦がすんですが、これ三脂についてはですね、現在は腸間膜、静脈、硬化症という副作用があるから注意するっていうようなことが言われてます。最近なって医学的に言われて副作用報告がちゃんと出てるんですけども、実はですね、三脂脂広報では普通常用量 3g なんです。ところが時代が進むに従って常用量が減っていって、現在は5世法では大体 2g から 2g 以下の少量を使うようになってるんです。だから別に腸間膜静脈硬化症というのは知らなくても、昔の漢方医はこれどうも体に良くなさそうだというので減らしていってるんですね。でその毒を除くために焦がしてるんじゃないかなという気もします。まあそれはよく分かりませんが、そういったこともあります。でこういったことをするのが主治の目的なんですね。ですから火で包むということですから、総感動の安城店ではオーブンが3つもあって、全部ドクターからの指示に従って加熱処理して、こういったこともやって、そして頂戴しておられる。こういうことで焼くこともあるし、場合によっては指示によっては薬師を作ってあげることもある。それから、ま、時には丸薬を作るということもあるんですね。ま、ちょっと丸薬は非常に作りにくいんでね、最近はあんまりやっておられないんですが、
実は私が新しい請願法を今提案してますから、徐々にそれがいくともっと請願法が普及するんじゃないかと思います。で、このような創刊堂の安城店は石田先生という漢方歴10年の先生がおられて、この先生はもう漢方調剤のね、先ほどの方正だとか周知ですね、周知だとかそういったことは全部もうよく知っておられて、それを教えたり、それから漢方の相談をしたり、ここの中心になります。さらに中野先生などが交代で勤務して、そしていろいろと、教わっておられるわけですね。それから2階の鍼灸院には鍼灸師の三谷先生がおられますが、三谷先生も登録販売者の資格もお持ちなんですね。そういった形で非常に複雑にうまく組み合わさっている中川先生も鍼灸師ですね、がおられるということになります。そういう意味で、創刊堂薬局の、南城店というのは漢方の調剤、漢方の調剤、それの薬局である。それから鍼灸院もくっついて、そしてドクターからの、処方箋だとか治療のを応受しておられるということになります。そういう意味で南城店には中医学系の本物の中医学系のドクターと、それから鍼灸師であり、また時には登録販売者の資格もある人たちが鍼灸院を開き、そして、石田先生らが薬剤師として調剤をやっておられる、こういう3つのトライアングルがしっかりと結びついて、そして漢方調剤の教育実習もできるね、もちろん王子はできますし、できます。それから、漢方診療機関の連携もしっかり取れて、業種間の交流ができるという意味では、一つの、理想的な形をとってるんではないかなと私は思います。さて、小牧市にある、鶴舞ですね、にある創刊堂薬局小野坊の長剤は、鶴舞じゃなくて小牧市にある、創刊堂薬局ほのぼの調剤はこれですけども、この薬局はですね、もともと小牧市民病院の処方箋調剤薬局なんですよ。いわゆる市民病院の門前薬局。ところがね、大変なことが起こったんですよ。それは市民病院が敷地内移転しちゃって、令和元年ですね、はるか本館が遠くに行っちゃったんです。その目の前にあったのが半回向かい行った。当然患者さんの流れが全然変わりますから、もう門前調剤としての機能は非常に難しくなったんですね。こういうケースもあると思います。そこで創刊堂ほのぼの調剤を、榎本先生らが引き継いで新しく展開されたんですが、じゃあどんな展開をされたんかということがここに次になります。お店の中に入りますとね、こんななんかまあいっぱいちゃんとした製剤の形になったものから、なんか手作りっぽいようなものまで含めてですね、ぎっしりといろんな製剤があります。もうこれ全部自社製品ですから、もう多彩なんです。ものすごいいろいろあるんです。ですから壁にこういう生薬棚があるんですが、これ見てですね、分かる人は分かるんです。何が分かるか、こんな一つの生薬が 500g 台、こんな積まなきゃならんほど回転が速いはずはないんです。注文があったら取り寄せて買うようなもんなんです。それがこんなにたくさんある積んでるというのは、これは何か、すなわち先ほどの自社製剤を作るための材料ストックだなということが分かると思います。そういう意味では調剤業務そのものは、まあまだやっておられるにしても、ほのぼの調剤の特徴というのはどこにあるのかといえば、薬剤師の須見先生、この須見先生はもうこの全体を総括しておられますが、そして一般調剤も漢方相談もできるんですけども、もっと重要なのは
総感動グループの経営ブレーンなんです。経営上どうやっていったらいいかとか、どんなことがいいかということで中心におられる、まあ、例えがいいか分かりませんが副社長とかそういうような感じとか。じゃあ問題はこちらの方、堀尾先生で登録販売者なんですけども、この方が何をしているんかといえばですね、製品開発のキーパーソンなんです。先ほど見たいっぱいあった製剤は全部この人のアイデアだとか着想、いろんなことから生まれてきた。こういうものは全部そうなんです。でその中ではですね、これふるさと、こうね、ふるさと納税の返礼品と書かれてますね。こんなものまであるんですね。でまたですね、このもの調剤はこのように一般調剤業務はそれほどでもないんですが、製剤業開発が中心、そして漢方相談も先ほどの隅先生がやってはおられますが、もう一人、先ほどの堀尾先生が登録販売者ですけど経験が8年ですから、漢方相談とそれから製品開発大活躍をしておられる方がここのほのぼの町内の中心におられるということになります。で、そういう意味で小牧の総感動ほのぼの町内というのは一般町内漢方相談しますが、一番の中心は自社製品の開発生産管理販売、そのセンターであるということになります。名古屋市の鶴舞の総感動漢方名勝堂薬店、これは薬店なんですね。で中入りますと、こうやってダーッといろんなものが並んでて、まあ普通の飾り付けだなということは分かるんですが、ここに漢方相談漢方薬膳食材とありますが、こちらの点を見ますとこのように全部いろいろなものがありますが、これほのぼの調剤が作ったものなんですね。ほのぼの調剤で作った製品をこちらで販売している。ふるさと納税の返礼品もここにありますね。漢方紅茶なんていうのもあります。でこの名勝堂を見ますとですね、マンションの1階なんで、だいたいこんなね、住宅地の真ん中で商品売っててペイするのかなと思うんですけども、実はですね、ここなんでこんなとこにあったのかと言いますと、もともとは皮膚科の漢方治療をしている先生の処方箋を応じする調剤薬局だったんです。ところが、皮膚科の先生が、併任されて処方箋が来なくなって、仕方なくこういう形になったんですが、薬膳食材を売ると同時に漢方相談もする。でこれですね、自律神経失調症とか不眠だとかもめまいとかも一般的な自覚症状がいっぱい並んでます。まあ今で言えば不定愁訴症候群あるんですけども、これらの漢方相談をしておられるのが中村先生といってですね、この総感動のグループでは最も長い漢方経験のある先生ですね。この先生が相談をしておられるんです。しかし薬店だから調剤はしないんです。調剤はしないが相談薬店としてやっておられる。またですね、先ほどのほのぼの調剤の堀尾先生は漢方経験がありますから、曜日によってこちらの方に、来られるということもあります。こうして、名勝堂の漢方薬店は、維持されているということになります。さてこれ問題はこれですね、何でしょう。ここに机があります。ここ入り口です。あ、待合席があります。ここ何かなと言ったらトイレです。トイレがあったな、これ何だろう。あ、ここに椅子がありますね。
何か分かりませんね、何だろうと思いますが、ここに一つ調剤室と名前が入って初めて、あ、薬局だなということが分かると思います。一宮総監堂くすむちよ漢方薬局、これがそうなんです。これね、小さいですよ。8メーター半分ですが、4メーターちょっとでしょうかね。全平米が20平米なんです。薬局で言いますけどね、法律で規制があって、最低の薬局面積は 19.5 から20足らずなんです。ということは 20.5 というのも薬局として認可される最低限の面積なんです。最低限の面積で、しかも三角なんです。四角じゃないですよね。これがくすぬき漢方薬局なんです。こんなとこで何をしてるんだろうと思いますが、ここのところちょっとアップで見ましょう。拡大するとこんなになってます。席があって、それをこっち側から眺めてみますとこんな感じなんです。2人向かい合わせて座ってますけども、膝がぶつかるぐらい間近なんです。まあ相談薬局ですからね、遠いよりは近い方が親密度が増して話しやすい部分もありますが、後ろ下がれない、非常に狭いギリギリの面積でありますね。こっちから、じゃあここに座った人が何が見えるのかと言いますと、こちら調剤室にこんなものがあるんです。これまた変ですね。普通の薬品棚じゃないですね。これこんなんです。あ、ここに生薬がいっぱい並んでます。五臭だとか五芒刺だとか、熊笹だとか九人だとか、桔梗だとか、いろいろ環境だとか、いろいろ載ってます。あ、これは薬品棚だ、生薬の薬品棚っていうのが分かりますが、普通薬品棚のは百味ダンスと言いますけども、百味ダンスというのは普通3つに分けて使うものなんですね。で、この辺の簡単に出し入れができるところによく使う生薬、そしてこういうところはですね、わざわざ腰かがめたり伸び上がったりして取らなきゃなりませんから、もちろん引き出しは1個抜くんですけども、また入れたりしになりません。これやったらこんなしになるんですね。そんなこと嫌ですから、よく使う生薬は真ん中に集めるというのが百味ダンスのまあ基本的な形なんです。ですから普段使ってる人はもうとても使いやすいんですが、何も知らない人が着ると、どこに何があるのって言ってわからないんですが、これ下から順番に50音順に入ってるんです。だから誰でも探すのは比較的楽なんですね。その上ですね、先ほどのように普通の薬剤師みたいに噛んだり上向いたりしなくても、ここに先生が立っておられますが、これ文法器で、こっからここまでもう手が届くんです。全て腰曲げたり何やらしなくてもいいんです。全部手近なところにあるんですね。全部手近なところにあるというのはもう素晴らしいことなんですけども、それが可能にしているのは瓶なんですね。普通瓶というのは縦に使うのが普通なんですよ。ところがここ瓶が横向き使われてるんです。横向きに差し込まれてるの、真横なんで、そしてその蓋のところに三陰薬とか昭和とか自己皮とか五臭とか神戸とか神戸下とか西湖とか全部生薬の名前が書かれていて、振り仮名があって、そして薬味薬所、これは薬の効く方向でとかそういうなもんですね、効く部位とか、それを色分けしてやって、さらに半分のところに起源植物の写真とか、または生薬の写真、これは神戸ですからお米ですね、こんなものがここがあるという感じで全部入ってるんですね。そういう点から見ますと、この調剤薬局のところ中はですね、天井はですね、こういう蛍光灯とかこういうランプが使われて、もう非常に落ち着いた雰囲気があるんですね。
狭いですよ、狭いけれどもこういったライティングに食っていい雰囲気を作って、しかも奥に見える頂戴台、これに対してお客さんは見て楽しいんですね。あそこどんななってんやろとか、あ珍しいもんがあるとか、あれあんなんだ、いろいろなことが楽しめる。だから待ってても楽だということになるんですね。こういった工夫がされてるんですね。でもう一つ、じゃあなんでこんな生薬松を汎用するんだと、ここがポイントなんですけども、生命活動の根源的な力、すなわちエネルギーは気というもんだと。気、血、水の血です。気ですね、この気というのが関係するのが気材で、この気材をうまく使うと少量で非常に効果が出るんだと。だからダラダラ使うんじゃなくて、ピッピッと効かしてやると、それでブイーンと気が盛り上がって全体の働きが生き生きとしてくるんだと。だから機材の使い方が非常に重要なんですよというのが、クスノキ漢方薬局の先生の考え方なんで、機材の生薬をうまく使えば機材松の活用ということになり、それが重要だと。だからこういう包装体内で十分足りるんですね。また少量で効果的というのは、生薬菌も大量に足りない、足りない言うてんでも少量のもので使うことができるんだというところがあります。それが、こういった形につながってるんだということですね。で、じゃあクスノキ薬局さん、ここのところを見ますと、町屋席の向かいですね、ここにちゃんと総感度の製品、すなわちほのぼの町内が作った手作りのようなものがいっぱいあるんです。でこれを見るとですね、もう本当に可愛らしく上手に作ってますが、つい思わず何かなと見て手を出してみたくなるような、非常にシャレた、レイアウトされてます。でこのお店、クスノキ漢方薬局は健康茶飲んでホッとひどいき健康食材、何だか書いてありますが、こういったものがありましたが、関連してあなただけのカレー粉作ってみませんかって言ってね、こういうカレーの作り方とかね、で単に作り方じゃなくて、いろんな食薬区分で食品に使える漢方薬、それを使ったカレー用のパウダー、これをちょっとつけて、自分好みのカレーを作ってどうですかってなことまでやっておられます。まだですね、10月からの12月のお話し会なんかでね、聞く作る食べるということで、いろんなポン菓子、お米の話、豆腐作り、これはですね、もちろん近所のお仲間の、お店なんですけども、こういったことと提携してクスノキ薬局さんではですね、12月におとその作り方なんてくない地域のお店やらと共同してマルシェですね、やっておられる。で表はどうなってるんだ、こんなのがある、これ何かなって言ったら、ここにわざわざ薬、くすのみちゃん、くすのみちゃん、これはくすのきのがあって、くすのみちゃんっていうのがいてね、ラッピングしてある、これどう見ても自販機ですね。でなんだ、普通の自販機置いてるのかなと言ったら違うんですね。ここに食薬区分で食品扱いされる漢方薬が並んでるんです。ですからこれを例えばカレーを作りたいな、あちょっとカレーのあれがないな、トッピングがないなって言ったら、ここへ来て買うこともできるし、あこれちょっと食べてみたいなって言ったら買って食べることができる、そういうものがここにあるんですね。こういうとこまで利用してはない。問題は漢方薬局なんですよ。漢方相談、そんな雰囲気作って、何作って、ほのぼのの製品を、町内が作った製品を売ったり、いろいろあっても、漢方相談どうなってんのと言いますと、表にはですね、クスノキ漢方薬局、漢方一筋30年って言って、ここに日程が貼ってあります。
月曜日は10時から1時まで、2時から6時までとかね、全部書いてあります。火曜日はお休みですね。木曜日は半導、日曜日も休み。ああ、こんなん貼ってあるぞ。だけどお客さん来るんだろうか。どの程度来てるんだろう。で、私聞いてみたんです。楠本先生、東海漢方協議会で、ね、大活躍しておられる先生ですけども、この先生がくすめき、これくすきというの名前なんです。お名前、えのきとくすぬきですか。なんか気が二つですが、こちらのお名前の方がここの楽曲の名前に入ってるんですね。面白いですね。あ、失礼しました。じゃあなかなか興味深いですね。で、この榎本先生のが創刊堂グループ、先ほどの 4箇所の代表者でもあるわけですが、この先生にどうやって言って聞いてみた。そしたらこう、なんか持ってこられた帳面を。で、この帳面を見せてもらって、写真撮ったらこんな。ここに人の名前が書いてあるんですが、人の名前のところはさすがに出せませんから、私が全部こうやって消してますが、この丸は全部人の名前です。となると、この日の木曜日は、この日ですね、6時までやりますが、9時から始まって、ずっと6時に終わって、3人さらに相談し、対応している。この日は、時間が終わってこの3人。この日は、時間が終わって2人。もう、いっぱいなんですね。満杯。そこで聞いてみますと、漢方相談の予約は1時間単位でだいたい45分間の面談と、プラスアルファで1時間単位でやるとしてもこれぐらいのペースになる。1日だから多い時で9枠、ね、で8年目にして予約は毎日この状態なんだ。毎日この状態。過去最大ね、いや、あの、相談にしたいですって予約の電話が来たのが、1日で30人っていうことがあるんですね。1日30人も、もちろん対応できませんが、1日30人予約して、もうひっきりなしの予約が入る。だからこんなしてオーバーということもあるんですね。こうなるとね、例えば1時から2時まで、2時からあれですから、12時から1時までですから、昼ご飯の時間取れてないんですよ。いつ食事するんだろう。こんな過密でストレスないんだろうか。患者さんっていうのは病人さんですから、いろんな苦しい訴えが多いんです。それを一生懸命聞いてあげたら、こっちも苦しくなります。つられてね。ですから当然ストレスたまります。そういうストレスに対して気分の切り替えとか、そういうのはどうしていくんだろう。もうこれ見て単に予約が多くて素晴らしいでというよりは、むしろこっちの方が心配になるんですね。そこで榎本先生に直接聞いてみようということで、直接聞いてみることにしました。聞いてください。今日は一宮の薬局案内していただいてありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。いやね、一宮の薬局見せていただいてね、一番驚いたのはお店の前の自販機。あれすごいアイデアですね。印象に残りました。いや、もう絶対印象に残りましたけどね。もっともちろん印象に残ったのはお店の中ですよ、はい、もう私としてはもうびっくりしたのがあるんです、はい、あの生薬の棚、はい、あれすごいですよね。なんかあったんですか。そうですね、まあ、ちょうどあそこって、患者さんがねお待ちいただいているところからまっすぐ見えるところなんですね、はい、で、まあ、こう待ってる間どうしてもやっぱり薬を用意したりするのに、ね、待つ時間ってあるの で、はい、でその間にこうぼーっとこう、ね、何もないところを見てるよりは、あ、なんかああいう生薬、あれなんだろう、なんて読むんだろうとか、なんかあんな形してんのかなとか、うんうん、なんかまあそういうね想像をかきたてるようなものがあるとちょっと飽きないかなと思って、うんうん、でまたねそういうのに質問してもらうと、あ、これってこうなんだよみたいな話を実際中身見せて、
見せるっていうことにもつながるので、うん、まああのああいうこうパッと見てなんか分かるっていうのはいいかなと思って、はい、楽しんでもらえたらなと思って作りました。はい、いや普通はね瓶は縦に置くもんですよ、はいはい、ね、その縦を蜂の巣のような形にしてやってるっていうのはね、はい、わもうちょっと奇想天外ですよね。であの感覚がお店全体あちこちにあるんですよね、はいはい、そうですね。あのまあなんでまあね、あそこのお店、まあ、一からちょっと作っていくときもできるだけまあ、ね、待合のどうしてもやっぱりあの薬局としてはギリギリの大きさで作っているので、うん、その中で待合はちょっと高くね、うん、こうしてみたりこう、うん、相談のところはやっぱり落ち着く高さにしてみたりだとか、うんうん、まあ、色合いとかいろんなものを、うん、まあ、できるだけちょっとこう、ね、居心地のいい空間になるようにということで、うん、あとはそういうなんかどっかに楽しみがあるなみたいな、うん、まあ、細かい楽しみがあるなというような空間になるような、うん、まあ、作りで作ってみました。はあ、そうですか。で結局、まあ、私今日お尋ねして、はい、あれで8年目ですか7年目。そう、今8年目ですね。8年目ね、はい、7年半ぐらいですかね、はい、ここまで来るまですごいですよね。だいぶ苦労された、まあ、そうですね、まあ多分いろんなことがあったなと振り返るんですね。それは分かります、なりますね。まあそうですね、まあもともとあそこの薬局自体は本当にまあ、ゼロからというか、はい、何もない、まあ、さら地から、建物を建てて、うん、まあ特に誰がお客さん来るわけでもないけどというところから、うんうん、まあ、始めていったっていうところではあるので、うん、まあそれなりの、まあ、苦労というか、うん、まあしなければいけないことというか、うん、まあいろいろとあったなとは思いますね。はい、いやそこがあれですよね。結局今薬局先生のような薬局開きたいと思いながら、うんうん、足踏みしてる人が多いんですよね。はいはい、はい、先生の苦労を聞かせてもらって乗り越えられるん違うかなっていう気もするんですけど、何、うん、かいいヒントありますか。あ、まあそうですね、なので、まあね、スタートをあそこでしたわけなんですけど、まあ、もともと、ね、薬局としては総感動薬局っていう薬局がまたちょっと小牧の方にあって、はい、でまあ、そこをちょうど、継承したんですよね。その、ちょうど7年8年前に継承して、でまあ、そこはそこで継承したんですけど、その一宮の薬局とかは、うん、まあ、そことはまた別で、まあ、自分でこう、まあ、銀行さんにお金を借りてとか、うんうん、その自分の事業として、まあ、やるよっていうことで会社とかではなくてですね、うんうん、で始めたっていうのがスタートであるんですよね、うんうん、はい、でまあそうですね、なので、まあ、本当にこう またちょっとね、そのゼロからやっていくにはどうするかっていうことの、参考にはちょっとなるのかなと思いますね。そうですね、まあ普通はね、もう漢方薬局というとスタートの時はもう誰もお客が来ない、うん、敷居の高いところですよね。はい、はい、まあそうですね、それ、うん、克服の仕方っていうのは、はい、さあそうですね、うん、まあやっぱり誰も来ないというところから始まって、うん、まあ最初はまあね、広告をちょっと巻いたりとか、うん、あとは、その地域雑誌載せたりとか、うん、まあまあ一般、駅の広告看板出したりとか、うん、まあいろいろね、広告はしたんですけど、やっぱりね、まあやっていく中で、一番重要なのはやっぱりね、本当にこう患者さんが良かったって思ってもらう、うんうん、まあ本当にこれなんだと思うんですね、うん、もう一人一人の患者さんが良かったと思うと、必ずこう皆さんね、次の方をやっぱり僕らもそうですけどね、うん、いいなと思ったものはこれ良かったよって自然と人に別に頑張らないで紹介するじゃないですか、はいはい、だからやっぱりそこなんだろうなっていう、だから、はい、僕の一つの治療の考えてる中での考え方としては、やっぱりその治ってもらうってことは大事なんですけど、うん、良かったではなくて感動したって言って帰ってもらいたいなと、うんうん、そういう風な気持ちで来てもらえるような、はい、でことができるといいなっていうところの部分で、だから良かったで満足しないというか、うん、そこはね、実は一つ交換で、そのためには必要な努力、うん、そこに必要な努力っていうことをやっぱりやらないといけないと思いますし、うんうん、それを一生懸命やって、まあ、患者さんにとにかく必要なものを全部こうお渡しする、伝えていくってことをやっていく、まあ、これが多分結局一番の
宣伝というか自分の、うん、その来ていただける成立していくかもしれないということになるのかなというふうには思いますね、うん、はい。でまあこの8年でね、はい、お客さん予約ですよね、はいはいはい、1日多い時何人ぐらいの時があったんですか。最大30人ぐらいかな。あ、そうですね、すごいですよね。で、はい、そこまで来るまでに今おっしゃった努力だけの問題じゃないですよね、はい、やっぱりあの気持ちの問題、はいはいはいね、そういうモチベーションを支えるあれは何だということですね。ね、うん、まあ、あの正直あの僕は本当に漢方が一言言うと好きすぎるんですよ、はいはい、好きすぎて、うん、もう本当に楽しいんですね、はい、ではい、よくなんか例えばオンオフってどう分けるんですかとかって言われるんですね、うんうん、でそう言われた時に、うん、僕の中ではそのオフとかじゃなくて、もうなんかそのなんていうかな、その生きてるもうその生活の中の、うん、それが全部楽しんでるっていう中の、仕事というジャンルみたいなの、うん、だから仕事ではなくて、はい、その普通にもう自分の本当にしたいことをやってるっていう、うん、楽しいことをやってるということのジャンルの一部であるっていうような、うん、あのこう感覚なんですよね、うん、あの、うんうん、なのでやっぱりその楽しむことができてる、うん、まあ、それがもう一番大きいんだろうなと思いますね、うん、はい、ね、するとまあ努力が必要だけども、はいはい、ね、充実感、それから楽し、はい、それが楽しい、はい、で感動を受ける、楽しむ、はいはいはい、こういったものがトータルですね。あ、そうですね、トータルですね、はい、本当に、うんうん、だからまあ、ね、あの患者さんが来られて、本当にもう、ね、皆さん結構、ね、本当楽しかったって言って帰っていただくことがあるんですけど、やっぱり、ね、それすごく嬉しいんですよね、はい、あのやっぱり、うん、僕自身が、まあ、楽しくてやってて楽しんでるので、はい、あのなのであの本当に良くなることも楽しいし、もう本当にこう漢方自体にこう触れれてるっていうことがもう幸せで楽しいんですよね、うん、だから本当にその楽しんでこう伝えてるつもりもありますし、それがこう、ね、やっぱりこう伝わってるんだなと思うと嬉しいですよね、うんうんうん、でもやっぱり病気ってね、まあ、気が病むって書いて、で元気になるっていうのは元の位置に気が戻るって書いて、やっぱりその、こう病んでしまった気が楽しいという気ですね、元の位置にそういう気に戻っていくってことは、まあ、結局でもやっぱりこう本当に体にもすごく大きな作用をしていくと思うので、はい、まあ、本当に大事なことなんじゃないかなとは思ってますけどね、はいはい、目の前の患者さん、はい、お客さんね、はい、の悩みを解決してあげる、病気を治してあげる、はいはい、それ以外に例えばもっと広い一般の方向けに何か考えておられるんですか。そうですね、もともと僕らのところは総感動グループということで、まあ、いろいろね、店舗を持ってやってはいるんですけど、まあ、その中でやっぱりこう なんでこういくつもそういう形でやってるのかっていうところには、漢方というものがもともとその患者さんに聞いてもよく言われるんですけど、漢方薬ってどんなイメージですかってこう聞くんですね、うんうん、でそうするとおじいちゃん先生が出てきてとか結構言われるんですよ。でやっぱりそういうようなイメージになっちゃってるっていうところあって、でそうか、で入りづらいとかいろいろ言われるので、はい、やっぱりそうじゃなくて、もう本当に一般の方にこう、まあ、当たり前にこう知ってもらえるというか、身近なところに会って触れることができる、で美味しいとか良かったとか思ってもらえるものになるようにということで、例えば、まあ、最初にやったことはこうマルシェとかね、マルシェっていって、いわゆるワークショップとか、まあ、外に市場みたいにこう青空カレーのポスターがありましたね。そうですね、はい、出てったりだとか、まあ、薬局にいるだけじゃちょっとやっぱりダメかなと思って、もっとこう皆さんにこの良さをやっぱりいいと思ってるんだったり、その良さを本当にこう知ってほしいなと、はい、うん、知ってもらえると嬉しいなということで、まあ、役員も絶対立つしという思いで、まあ、こう少しでもそのきっかけっていうことになるといいなということで、うん、まあ、そのマルシェとかね、うん、まあ、そういったようなところに出ていって、カレーの、そうですね、言われたああいうカレーのワークショップとかで、まあ、カレーのワークショップも、まあ、普通のね、カレーの
ものに、ちょっと変わったものだとサボテンを加えてみるとか。はいはい。で、まあ、サボテンってでもサボテンって本当はあのメキシコだと医薬品とかになったりとか、はい、いわゆるそのこの夏の炎天下、まあ、いわゆる砂漠みたいなところにも枯れない植物で、はい、うん、まあ、それをこう体に取ればいいよねっていうことだったり、ね、春日井とかだとサボテンがこの辺って有名なので、はい、春日井市とか。まあ、だからその地産地消じゃないですけど、はいはい、まあまあそういったところであのこうちょっとこう変わったものを入れてみると美味しいよとか、はい、まあ、そういうね、まあ、あのこうね、ちょっとなんか なんだろうっていうね、こう 不思議なものを感じてもらえるといいかなと、はい、するとその、まあ、カレー以外いうとこカレーで成功しただけですか。はい、はい、まあ、カレー以外にもあと前にはあのバスボムっていったあのそのシュワシュワっていうね、うん、あのバスモンとかにあの、まあ、チンピとかみかんの皮とかのそういうちょっ と,、はい、エキスをこうね、抽出したものをこう使って色つけてとか、はい、そういうのをやったりとかしてますし、はい、まあ、今度おトッソを作ったりとか、はい、まあ、いろいろまあね、はい、こう他にも多分七味唐辛子とかそういうのできるんでしょうし、うん、まあ、何かこう漢方に直結したようなワークショップっていうのがね、またできていくといいのかなと思いますけどね。はい、はい、先生のそれあれね、はい、目の前の患者さん、はい、それからその地域の人たち、はい、それでさらには広がらないですか。あ、そうですね、なので例えば、はい、これですね、自社の商品とかこの余計炭っていうものを作ってたりするんですけど、これ更年期障害とか冷え症女性の薬、はいはい、これ先生の開発に。あ、そうですね、はい、そうですか。あのメーカーさんとあのバスタッフと一緒に作らせて、アウトソーシングですね。はい、はい、そうですか。じゃあネットで買えるやつ。あ、ネットでも買えます。素晴らしいですね。余計炭、はい、まあ、炭というからね、岩薬、まあ、そこ自体は、漢方らしい名前というようなところも含めて、いい薬という意味での炭で、はいはい、別にあの岩薬ではないんですね。岩薬ではないですね、はいはい。素敵な本ですね。そうですね、まあ、よりね、まあ、漢方っていうものをこう、ね、一般的な、はい、そのものとして使ってもらいたいなっていうのもあって、で、まあ、例えばこう抜けたのだと錠剤で作ってたりとかするんですけど、はいはい、まあ、やっぱりこう味が苦手とかね、はい、そういう方もいるはいるので、はい、できるだけ、まあ、本当に簡単に小さい骨の錠剤飲めるとか、はい、まあ、そういうで一般的な本当にこう誰もが使っても安心安全で使える、まあ、だから、うん、どっちかというと補う薬というか、うんうん、こう軽くこう、ね、優しく補ってあげて整えてあげる薬とか、まあ、そういうこう僕がまあ普段ちょっとこう漢方相談とかで本当にこういろんな患者様からこう教えていただいたこう理論というか、うんうん、まあ、というものをこうより多くの方にこう知ってもらう方法を使ってもらえて、よかったって言ってもらえる方法はないかなというふうなところで、それをこう考えていって、でまた今そこの創刊のグループっていうのは4店舗あって、いろんなスタッフがいるんですけど、はいはい、そのスタッフの先生方が、うん、その、まあ、こう何から勉強したらいいかっていうところになった時に、はい、まあ、この余計炭っていうこととかっていうのは、はい、僕なりに本当にこう漢方の基本というんですかね、基礎というか、特に現代人という中で特にその基礎的なものが入ってると思ってるので、はい、まあ、そういってこうできるだけこう漢方ということを通した時にやっぱりこう広がりが、うん、出てくるようにっていうことで作らせていただいてますね。はい、ちょっとこれはもう既成の有名な漢方症じゃなくて、はい、先生の知識が育てるっていうことですね。だから、うん、やっぱりその理論の中をこう一番体現するためには何がいいのかっていうところで作ったので、うん、そうなんですね、市販で他で売ってるのとはちょっともともとのもう考え方からが違うというような感じになるかもしれないですね。はいはい、うん、いやね、先生のようにね、やりたいという人たくさんいるんですよ、はいはい、だけどなかなか先も話したように、はい、足が踏み出せない、はいはい、少しさっきお聞きしましたけど、なんか具体的に
どういうことをやっていったらいいんでしょうね。そうですね、まあ、あの僕もね、もともと本当にあの漢方薬局をやるにあたって、まあ、最初はね、こう調剤薬局的なところに最初はこう就職して働いて、うん、でそこから調剤と漢方をメインでこうやれるようなところに行って、うん、でそこからこうちょっとやってみようかなっていうことで、で、まあたまたまこうね、本当に縁があって総監督さんにお世話になって、でそこからまあそれをこう継承してという形で、まあやり始めたんですね。で、うん、でまあそこをね継承するのもそうだったんですけど、うん、まあ同時に例えば一宮の店を始めた時に鶴舞の方でもね、こうまあ漢方の、先生ドクター先生がちょっと知り合いがいらっしゃって、うん、漢方調剤薬局っていうようなことをちょっとやり始めたり、またねその鶴舞の店を見に来た安城先生が、うん、ドクター先生が本当にこう気に入っていただいて、うん、まあ、お声をかけていただいて、うん、まあ、こう安城の店ができるようになったりだとか、うん、まあ、そういうふうにこう流れとしてはね、こういろいろと、広がってはいったんですけど、うん、まあまあ、その中ででも本当に各店が特色を実はすごく持ってたりとかして、うん、はいはい、で一応のお店はもう見てもらった通りその漢方薬局っていう感じですよね。はいはい、うん、で本当にこう漢方専門でこうになっていくというような、うん、それもこう自分のこう、ね、相談をするっていう中で作っていく。でそれに対して小牧のお店はね、見ていただいたと思うんですけど、市民病院がね近くにあって、そうなんです。もともとはねあそこももっと市民病院が目の前にあったんですけど、うん、僕がちょうど着いた時はもう新入院が 2,3 年後移転って決まってたので、はい、結構そういう大変な時期ではあったんです、はい、で、はい、まあ、これからその1店舗で細々とやっぱりやるのか、それか勝負に出て、うん、その何か形をつくのかっていうことがもう迫られてる時期だったんですね、はいはい、で、まあ、それでまあ1丁目の店舗を開けたっていうのもあるんですけど、うん、で、まあ、同時に2枚店舗開けたりとかしたんですけど、うん、でまあ、あれはね、あれで本当にこうどうしていくかって、でその中でね、ネット通販とか、うんうんうん、まあ、そのようなね、ヤフーさんとか、いろいろ、楽天さんとかありますね、まあ、そういうネットで、まあ、こう売れるものは何かないかっていうことで、まあ、自社でお茶をね、例えば作ったりとかして、例えばこれが漢方紅茶っていうお茶なんですけど、はい、紅茶、紅茶の紅茶っぽい味がしたから、紅茶というで漢方っぽい感じもあるので、ということは考えずもお茶の葉が入ってるわけじゃないですね。ないですね。そうだ、ノンカフェインなんですけど、そうノンカフェでそうなんですけど、ちょっとカミツレとかね、いろいろちょっと西洋派も入れながら作った、例えばこの漢方紅茶っていうのなんですけど、でも本当にこれもね、スタッフが僕がまあこういう事業をちょっと始めるからって言って、本当にスタッフがね、一から本当にこう商品開発からこうネットのことから、でも本当にもうね、スタッフ楽しんで、ね、その好き楽しんでね、うん、まあ、本当にやってもらってるからいいものが生まれるんだと思ってるんですけど、はいはい、本当にそういった形で今ね、でこれとかも本当にありがたいことに今年小牧市のね、ふるさと納税お礼品とかに知っていただいたりとか、本当に行政の方からその楽天を見て、なんか良さそうだからって声をかけていただいたりとか、本当にこうね、可能性っていうのはすごいいろいろあるんですね。ありますね。でもやってないと始まらないのと、まあでもやるときも本当にネットとかもそんなにお金がかかることじゃないんで、あれも登録して、ただどうやって広げていくかっていうことはあるかもしれないですけど、登録してやるべきは別にそんなにかかんないで、これも必要な分だけ商品仕入れて作ればいいので、だからまあそういう感じでこうできないことはないんですね、そういうこともね。でも本当にそれをこう形にしてっていただいたっていうのは、本当にもうスタッフがもう本当にこう、まあ、僕ができればまあ少しでも楽しんでね、できる環境は作りたいなと思ってはいるんですけど、それができてるかどうかちょっと分かりませんけど、でもそういう感じで、まあ、小牧の方は本当になんとかね、こう人も その作るために人も必要なので、うん、人もこう減らす必要もなくなんとかこう来れたっていう、ところはありますね。だから、まあ、
まあ、そこからね、こう鶴舞の店とかもうまく調査やってる。ただ鶴舞の店はね、鶴舞の店で、そのドクターの、ね、先生がね、辞めちゃったんですよ。はいはい。そう、門前のドクターの先生が辞めちゃって、うん、で、もうどうしましょうって、うん、状態になりますよね。そういうこともあったんですね。そうなんですよ、そう、うん、で、まあ、今はね、本当にそこからでもなんとかするっていうことで、もう、 こう必死にこうなって、まあ、やったんですけど、今ね、こう安城の話はね、安城はどっちかというと本当に皆さんが勉強できる場所みたいな感じで、うん、調剤っていう形で興味ある人も来れるし、うん、で調剤の本当に漢方先生がいて、まあ、そういう本当に漢方を一から勉強するっていうのはすごく適した場所だと思うんですけど、うん、まあ、そこで勉強された方とか社内で勉強された方が、まあ、こう鶴舞のねお店の場合は今度はそこで一人一人が漢方相談になるというか、うん、そういうような場所になってきて、うん、まあ、本当にこう、ね、勉強したことを発揮していく場所っていうことを作っていけてるっていう形でちょっとこう変わることができてきてるので、うん、まあ、良かったかなと思うんですけど、でも本当にこう、まあ、今言ってたようにこうネットとかっていうこととかもそうですし、うん、まあ、保険調剤ね、それこそ安城とかもう煎じを作って煎じ液を作ったりとか、もう本当にいろんなことをこうやってますけど、はい、もう保険調剤という形でそうやっていろんな方に知っていただくってこともできるし、うん、まあ小牧みたいに、はい、一般の保険調剤来られる方も漢方っていうことを、まあ部屋入ると漢方ね薬局なんでね見た目もう中はね知っていただくこともできるし、まあ、いろんなそのやり方、こうがあって、でそれをこう本当にこう身近な人に身近にこう知ってってもらうっていうやり方だったり、まあ、よりプロフェッショナルにこう突き詰めていくっていうやり方だったり、こういろんなやり方をこうその見ていただくと、その中でこうこれはこうなんだなとかっていうことを自分はこれはやってみたいんだなとかをこう、あ、こうやってやれるんだとか、うん、ということをこう見つけていただけるのかなと思ってはいますけどね。はい、ね、先生、この背景にあるなんか袋いっぱい並んでますけど、はいはい、これはどんなものがどんな意図で並んでるんですか？そうですね、例えば、これだとみかんの皮ですね。で、まあ、みかんの皮とかだと、お茶とかに、ね、香り付けとして楽しめたりだとか、うんうん、あ、そういう意味でね、うんうん、人によってはなんかねちょっとグラノーラみたいに使うよという人もいるのかもしれないですけど、うん、まあ、いろいろさっきなんかカレーにも入れるっていう話がありましたね。そうですね、みかんのあれは粉になりますけど、はい、そう、カレーに入れてこうちょっと気持ちをリラックスさせるとか、そういったような、うん、部分があるので、はい、使っていただけるといいのかなと思ってます、はいはい、あとは、そう、他にはまあ有名なところだとこの菊の花とか、うん、クコの実とかですかね、はあはあ、クコの実はもうこの組み合わせ、そうですね、よく杏仁豆腐とか見ると思うんですけど、はい、この組み合わせって漢方でいうと例えば小菊地黄丸とかって言って、はい、目にいいよっていうようなこう薬があるんですけど、まあ、そういったようなこう、薬にも使われているような、生薬で、まあ、これは、ね、食品なのであれなんですけど、やっぱりこう目にいや少しでも良くなればっていうことでお茶として使われる方も、うん、この人気の組み合わせになりますね。ちょっとここへ、はい、手軽に、はい、取って帰ってお茶飲む、そうですね、はい、はい、になりますね、まあ、美味しいですしね、実際味も、はい、飲みやすい、甘くて甘いですね、香りもいいし、はいはい、香りもいいし、はい、見た感じも、ね、感じですよね、うん、華やかで、はい、色合いもいいし、そうですね、いいとこづくね、はい、そういう感じですね。まあ、でも食品から本当にこうね、食品から、ね、まあ、食品から、まあ、ね、身近にやっぱり知っていただくっていうことが、うん、まあ、漢方というとねハードルが少し上がっちゃうけど、うん、こう食品だと、まあ、やっぱりこう手軽に気軽にやっぱり誰でもやっぱり取れる、でそこでやっぱり美味しかったりなんかちょっと良かったなって思うと、やっぱりこう興味を持っていただけるっていう、こうきっかけになるのかなとは思ってますね、はい、ところでね先生、はい、お店出てもらった煎じ機、はいはいはい、あれ普通1連ですよね、どこのところが多いのはね、そうですよね、先生のところ3連ですよね、はいはい、そんなにいいですか？そうなんですよね、本当にあそこだとね、安城の店だと目の前の、
ドクターが本当にあのこう中医学的なドクターですごく、ね、量も出たりだとか本当に煎じをねあのすごく専門的にあのしっかりこうされる先生で、うん、あのこう本当に対応してるんですよね、うんうん、でまああの僕らとしてはねまたその、ね薬局製剤とかのね、うん、そういったものをネット通販とかで使う時も使ってたりもしますけど、うんうん、まああの本当にこうでもあの煎じ機って、僕もね昔から煎じ機は使ってたんですけどあの昔はね本当に圧力式の煎じ機で、そうそうそう圧力式でねあのすごくこうなんていうかなもうああ部屋が大変なことになる、うんうんうん、あのその扱い方を間違うとちょっと暴発しちゃうと本当に大事故になりかねないという、まあ、本当に今ちょっとこうちょっとヒヤヒヤしながら使わないといけなかったんですけど、うん、本当にあの今のは日本製の TIS さんというね、うんうん、あの会社さんのものになるんですけどすごくあのそういうことではなくて、圧力をかけなくてもきれいに煎じれる、うん、で、あそうですねこれがあのこう煎じ抽出したパックですね、はいはいはい、昔はあのその圧力式だと 銀色でこう中身がこう見えない感じなんですけど、はい、こうやってやると中身もこうどういう色かとか、うん、混濁、懸濁はどうなのかとかあのそういったことも見えますあとでも本当に無菌状態とかで作れるの で、ね、本当にその保存性も非常にあの優れてますし、まあ、さっき言った取り扱いっていうことでもあの途中であの別の生薬を足したりとかそういうことが今圧力は絶対できなかったんですけどそういうことが後線とかそういうねあのそういったことができるので、はいはい、非常にまあ、 あの優れたあの製品だと思いますね。いやね実は私ねあの TIS さんの、 あの煎じ機、はいはいはい、あの群馬県の高崎で実は見てるんですよ、はい、ああそうなんね、はい、そしてね昔先生言ったらね、はい、昔のも知ってるでしょ、はい、いや進歩したよなーってこれだったら結構使いやすくなったなっていう気はしましたよ ね、 本当に危なくないっていうのは本当に私結構僕も体験としてはそれとねあのパックして長持ちするっていうのがいいですね。そうですね、うん、冷蔵庫に1週間入れとかなきゃいかんじゃないんですからね、うんうん、ほっとけるんですからね、うん、そうですね中身も見えてね、うん、あの非常にいいと思いますね、うん、はいそうですねでなんであの本当に安城のお店とかでもそういう、うん、あの煎じをもう本当にこう本格的に、うん、あのやっていてまあ調剤薬局っていう部分もあるけどまあでもあのその調剤薬局っていう部分でもかなりそうやって勉強ができる環境でもあるので、うん、本当にあのこう漢方をじゃあちょっと携わってみたい、うん、やってみたいという方はあのそういう先をこうねあの、うん、他のねあの漢方でされているところもそういうのがあると思うので、まあ、そういったところを探していただくだけでも、うん、本当にこう漢方の勉強にはすごくなります、うん、だから、まあ、漢方で独立するとかっていう前に、うんまず学ぶ場としてはあのそういったところも非常にいいと思うんですよね、はいはいはいうんででまあ、相関の場合は、ね、もうそこでそのままあの相談もやっていいよというような本当にそれはねあの門前の先生あのもうすごく理解深い方で、うん、やっぱり お互いにこう漢方とかを高め合って、うん、あのやっぱりこう漢方っていうものをこうよりこうあの今よりももっともっと広がったものにしようということをこう本当にこう強く認識してもらってあのそういったことを本当に同時にさせていただいてますあの、まあでまあ、あとはそうですね、まあ、薬剤師の、ね、先生方はそういう働き方もありますし、うん、また今だと結構登録販売者の先生方も結構増えてると思うんですよ、うんうん、で登録販売者の先生方っていうのも、またその勉強できる場所っていうふうに、ねうんなっていくとあの、まあ、例えば僕らのところだと先ほど言ってたあの、ね、鶴舞のお店ですね、うんうんうん、とかは特にそういった勉強した方が勉あのこう処方を出したりできる場所だったりだとか、はい、でまたあのその漢方っていうことでやっていくにあたって、まあ、そのトラガメ社の先生方も含めて、まあ、やれることとしては、こう一般薬を使える点ですね、うんうん、で一般薬っていうのは、まあ、基本処方あの例えば医療用でよく使われてる処方もあるんだけどそこではちょっとないような処方もあのいくつもあるんですね。ありますね、はいうん、でまあ基本としてはやっぱりねここでもすごく医療用のでもすごくよく効きますし、はいはいはい、あのよくなる方いっぱいいると思うんですけど、はいはい、どうしてもやっぱりその枝葉の部分っていうんですかね、はい、あのちょっとこうあのそういった部分に差し込んでいくとどうしてもそこを使わないと難しいって方もいらっしゃるんですね。はい、で、うん
大体2割ぐらいですか、3割。まあそうですね、まあ、やっぱり2割ぐらいはそれがあるかないかで変わってくるとは思います。そうですかね。なので、やっぱりそこって、こうね、お店をやっていく上では、一つのこう大事なポイントなんかなと。はい、で、まあ、例えば先ほどで言えば、コギク滋養丸っていうね、はい、話をちょっと出しましたけど、コギク滋養丸っていうものだったりすると、そういう、一般用にあるけどちょっといろいろな内容とかっていうのがあったり、はいはいはい、まあ、そういうものがいろいろあります、はい、まあ、そういうことを一つは活用していただくっていうことだったり、まあ、あとはそのやっぱり、まあ、僕も調査やってるの分かるんですけど、どうしても保険点数とかね、はいはい、そういうことに基づいて動いている部分が調査はあるんですけど、はい、そういったことがない分だけ、まあ、相談とかにじっくり時間を取れるっていうところは、うん、まあ、そのどれぐらい取るかはお客さんによって違うと思うんですけど、取れるっていうところも一つ のメリットなんじゃないかなと思いますね。で、まあ、ただまあその話をしていく中で、まあ、どうしても知識っていうものが必要になってくるので、はいはいはい、当然ですよね。そうですね。で、まあ、その東洋医学的な知識も大事なんだけど、まあ、どうしてもね、今いろんな患者さんって西洋医学でもかかられてきたっていう人もいると思うので、うんうん、そうすると、まあ、やっぱり西洋医学的な解剖学とか生理学とか、うん、まあ、そういった知識はちょっと必要になるので、特にやっぱり登録販売者のね、うんうん、先生方はそこの部分っていうのはこう結構自力で頑張らないといけない部分もある程度あると思うので、まあ、そこもしっかりこう、まあ、できたらね、勉強できながら、まあ、一緒にこう東洋医学っていうことをね、高めながらやれるといいのかなっていうところは、はい、こう思いますね。はい、はい、でまあそうですね。であとはまあそのね、会社としてはそういう感じで皆さんこうできる形になってるんですけど、まあ、それ以外にも、まあ、じゃあ勉強するためにまずやるためにはまず勉強をしないといけないと、うん、その時にそうしないといけない場としては、例えば僕とかだとね、東海漢方協議会とかっていうこの辺だとね、一番東海地域が大きい薬科系、まあ、いわゆるその登録販売者とか薬剤師の先生方が、まあ、集まってる大きな会っていうか、うん、勉強の一番多分大きい会なんですけど、まあ、そういったところでも10年ぐらい講師をやってまして、はいはい、はい、でもう本当にまあそういう意味ではこうね、20代後半、まあ、30ぐらいから、まあ、本当にこういろんなね、講師の先生方の、うんうん、ためになったらいいかなとか、はいはい、そういう学びたいと思ってる先生方が、ね、はい、本当に学べる場があったらいいかなということは、うん、やっぱりこう考えて、まあ、そういった活動をね、はい、させていただきますし、はい、まあ、そういう勉強会って探せば地域地域、うん、あったりしますので、そうですね、そういったところにもね、参加していただくといいのかなというふうに思いますね。はい、常に勉強ですね。そうですね、常にね、本当に地域の、ね、先生方が本当にそういったところで勉強、本当に勉強で、ね、いい形で提供していただいていると思いますので、はい、はい、勉強会に参加することが楽しみですよね。まあ、そうなるよね。そうですね。本当にだからもう話す、こういったところで話すのも本当に自分自身も勉強になりますし、はい、やっぱり話すっていうことは、まあ、それにちゃんと勉強してないと、そう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 、ね、やっぱり、うん、はい、ちょっとこう、もう本当にね、難しいと思うんでね、はい、まあ、それしっかりそういったところは日々できることをしっかりなってます。まあ、専門性っていうところは、まあ、やっぱりそうやって高めた上で、まあ、その一般的なね、まあ、よりこう皆さんに使ってもらえるものも大事にしていく、そのルートを大事にしていく、うん、そうするとね、漢方薬とかってもっと身近な、ものに変わっていくんじゃないかなというふうには思いますけどね、うん、はい、そうですね、まあ、そういったところが、はい、まあ、させていただいている感じですね、うん、はい、でね、はい、一番最初にな、はい、私びっくりしたのは自販機やで、はいはい、話しましたよね、はい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 、自販機はもうあれで終わりですか？いや、まだ未来があると、まだアイデアがある、アイデアがある、聞かせてください、一言。まあそうですね、今ちょっと考えてるのは、やっぱりあれは店舗のね、横にあって、うん、店舗に、閉まってる時間とかにポチッとして帰る、はいはい、そういう身近なとか、お茶とかなんかね、こうポチッとして帰るっていうのもありますけど、まあ、そういった形もいいんですけど、もっとこう皆さんの目に入る場所、うん、まあ、例えばね、この愛知県とかだと、もうちょっと名古屋市内のね、うん、こうちょっとこう人が多いところとか、
まあ、そういったところに、まあ、こう上手にこうあのこうと、そういったところに自販機を置いてとかそういうことができる形があるんですよね、はいはい、で漢方専門の自販機みたいなのをちょっと置いていこうかなと思っていて、で中にもっと皆さんがもっともっと身近にあのこう接せれるような、例えばなんか、おせんべいとかね、うんうん、まあ、もうそういうものを今商品でこう作っていって、で、まあ、よりこうそのあの買ってもらえるような、うん、あの形を作っていこうかなとは思っていて、うん、まあ、そういったことをこうもう本当に今度はねそういう商品だけを置いた自販機を、でこの自販機っていうのがもうね、まあ、でき、まあ、うまくいくんだったら本当にこう何台もあってもいいのかなとか、うん、これをこう店舗無人店舗っていうような考え方をして、まあ、よりこう多くの方にこう身近にこう感じてもらえるというか、はい、そういった形だったり、まあ、僕としては本当にねあの最終的にはあの今漢方っていうものは僕はいいものだと思ってるんで知ってもらいたいんですけど、なかなかね漢方薬局の数とかもそのじゃあ10件あったら1件ありますかって言ったらまあないですよね、はい、10件に1件はなくて、まあ、あれがまあこう10件に1件ぐらいあると、まあ、漢方ってなんかあの医療としてね、治療としても選択肢としてありだよねと、うんうん、ありというかむしろ普通だよねとあのというようなあのポジションにも変わっていくのかなと思うので、はい、まあ、そのためにはやっぱりこう一般的な方により広くあの認知してニーズを高めていくというか、あのそういったこともすごく大事かなと思ってるので、はい、いろいろねチャレンジをあのしていきたいかなとは思ってます。いやあのでかい夢ですね。なんかお話聞いてるとねお話聞いてると街の中歩いてて5台ぐらい自販機が並んでたらそのうちの1台は先生と漢方自販機みたいなイメージですね。ぜひそうなるように期待してます。はいはい、いや今日はいろいろありがとうございました。いいえ、ありがとうございます。はい、で、楠木漢方薬局さんの姿、これは今お話を聞かせていただきましたけども、少し重要なところをまとめておきますと、まず東洋医学、漢方であれ中医学であれ、これはもう貴重な医療なんだと、だから大事にしなきゃならない。それから辞める人から感謝がありがとうございました、治りましたという言葉よりも感動したという言葉の方が自分にとってはもう最高のものなんだということを榎本先生おっしゃってましたね。それから相談と対応していればもう日々楽しい、もう心にもう満ち足りるんだと、だから気分転換が必要だとか何だとかそんなもんじゃなくてもうやってることが日々楽しい、そういうことが感じられる現在ですというようなことをおっしゃってました。で、そうやってそういう姿勢でやってこられて始まって8年目、口コミでだん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 とお客さんが増えて現在はもう毎日が満杯、お断りすることがあるいは他の日に回すことが多いということなんですね。で、一つ言えることは薬局は小さくてもいいんですよと、これから薬局開きたい時に立派な薬局とか立派なとこが必要だとか思わなくてもいいんですよと、もう薬局の最小限の20平米でもできるんですよと、やりたければやれるんですよと、足を踏み出すことが大切です。20平米でもちゃんとやればちゃんとできるんですよということをおっしゃってます。さらに創刊堂グループはですね、自社製品を開発して販売しておられる、そして店頭してたり卸し他の薬局さんで売ってもらったり、あるいはイベント参加マルシェですね、で参加したり、あるいは通販もしておられますね。それから自販機でも売っておられました。こういったもので販売開発して販売するという姿勢が強い、またですねスタッフを育てる、そういったことに力をされて、それぞれいろんなところにいるのはそれぞれが一生懸命目標に向かって頑張っておられるんだと、そういう創刊堂グループなんだということになります。そういう意味で愛知県の創刊堂グループ、これらにはそれぞれの
薬局がありますが、それぞれが全く違うことをやってるんです。違うことをやりながら連携し総合化している。そして漢方、より良い漢方診療に向かって歩んでおられるということになります。このグループの社員は25人おられますけども、ほぼ全員が、薬剤師であったり、あるいは、鍼灸師であったり、登録販売者だったり、いろんな資格を取っておられる。そして長い人では30年もの、漢方の相談歴を持っておられる。こうしてみんなで前に前に進んでおられるということになります。こういうのを見ると、皆さん方非常に参考になるんではないかなと思います。創価運動グループ、今後の発展に期待したいですね。またそういうことを一緒にやりたいですね。それぞれがそれぞれのところでやっていく、そしてみんなでチームを作る、連携を深める、そういうことを今やりたいと思っている方おられたら、ぜひ考えてみてください。創価運動に学ぶ漢方診療、これを終わらせていただきます。